ゆうゆうのフルトです。よろしくお願いいたします。うまくコンパクトに時間内にまとまるかちょっとあれですが、始めさせていただきます。ゆうゆうはお読みになったことのある方はいらっしゃいますか？いらっしゃらないですね、あんまりね。なので、どういう雑誌かということとか、実際に、2000年9月に創刊をしているんですけれども、そこから、ずっとこれ1枚になっているともっと分かりやすかったんですが、2005年までまだ創刊して、3年半月刊化してというところですが、現在、その創刊の時から比べますと、実売が 2.5 倍になっています。で、ここに2月号3月号とも絶好調って勝手に書いてるんですが、最高売上部数を記録しているというような状況で、実際に私たちがやってきたことっていうのはごく限られた、主婦読者に対することなんですけれども、この 2.5 倍という数字というのはやはり時代にマッチしている、心をつかまないとなかなかそうはいかないところなので、なぜこのゆうゆうがこの短い間にといいますか、今だからうまくいったっていうところはあると思うんですけれども、なんとかなってきたのかというところを実際にどういう形で、この雑誌を作ってきたかということをちょっとお話ししながら説明するのが一番いいかなと思って、今日はそういう形にいたしました。で、雑誌の売り方とか、もちろんシニアの人をどう攻略したらいいかということなんですが、まず皆さんというか、今回は全部男性なので、男性がそのシニア女性に対していかに誤解を抱いているか、誤解というよりも、こんなものであるというふうに、先入観を抱いていて、そういうものだというところで大体認知として終わっているかということが、雑誌を作りながらいろいろ男性の方に、特に年齢の上の方にもお会いするんですけれども、若い人も含めてですが、全体がそういう感じで、ちょっとした読者の話をするだけで、そうなんですかとおっしゃる方が多いので、そのあたりに含めてお話をして、少しその50代女性に対する認知を変えていただければ、ちょっとじっくりと見ていただくと意外とこう入り込む隙はあるという、そんなに難しいことじゃ実はないんじゃないかというところがございます。それでですね、このゆうゆう創刊から現在ヒット企画の中に50歳からの女性たちが見えてくるというのを書いてありまして、先ほど高橋さんのお話の中に、一筋縄ではいかない世代だ、男女含めてですけれども、なかなかテレビもその口コミもさっとは浸透しないっていうのが、あったんですけれども、実際今太字になっているこの企画をずらずらずらっとその2枚眺めてご覧になって、なんていうのかな、私もこうやって並べてみたんですが、これを見て、これ50代ってついてるから50代雑誌ではあるんですけれども、ここを例えば30歳と変えていただいてもあんまりおかしくないという、そういう意味ではなんていうのかな、シニア女性誌、おばさんのための雑誌という感じは全然しないということにお気づきではないかと思います。今の若い女性誌、それこそ30代女性誌が非常にやっているテーマに近いですよね。何歳から美人になるとか、何歳から幸せになるとか、ちょっと思い浮かべていただけるとそういうことなんですね。そのあたりが50代女性というか、それ以上の人たちを、一番間違わなく認知する大きな材料かなと思われます。これは決して嘘ではなくてですね、それで、実際に創刊をしたのが2000年9月です。で、これは皆さんが今実際にやっていらっしゃると、いろいろ考えていらっしゃると思うんですけれども、普通に言えば、50代向け雑誌を作ろうと思ったわけですね。雑誌会社で40代雑誌までは作っていたけれども、40代の人が年を取っていって50代超えた時に読む雑誌が今のところないので、作ってみようという形で始めたわけなんですけれども、
それは50代向け雑誌だったんですね。別に50代以上の女性をくくって考えていたわけではないので、その時には50代女性が必要なものは何か、まあ、更年期だとか、で更年期の体のメンテナンスが必要だとか、まあ、子供が子育てが、まあ、卒業になって生きがいを探す必要があるんじゃないかみたいなところで、全く50代ということを考えて創刊をいたしました。でその時の表紙は加藤登紀子だったんですね。その時まだ50代でした。でそこから、2001年11月に月刊化をいたしまして、その時が、表紙宮古晴美だったんですが、50歳からの幸せ探しというのと、おばさん卒業という企画でした。でこれを見ると今見るとなんとなくここからおばさんと言われているような感じがすると思うんですね。でこの創刊号は比較的、まあ、よく売れたんですけれども、この後なかなかうまく実はいっていませんでした、雑誌としては。で、当初はやっぱり50代のことは50代の人が一番よくわかるということで、今まで、まあ、社内でももちろん前例がなく、他にも類似がなかったので、50代の人が作るのが一番いいだろうということで、雑誌の編集者としては50代っていうのは、まあ、常識的には 今でもあんまりありえないというようなことなんですが、50代 の、まあ、定年まで何年という感じの女性が集まって作ったのが最初なんですね。だからそのために、50代というのは、まあ、あと何をすべきかとかというようなこととか、実際に60になったら何をしようかとか、そういうことをまあ考える雑誌という感じでした。でその時にはまだ私は40代なのでそこには加わっていなかったんですが、この2002年、9月号、これがですね、まあ、なかなかうまくいかなかった雑誌であったんですが、特集で一人上手と呼ばれたいという企画が、この表紙なんですけれども見えますか、これ夏木真理さんですね。まあ、この時もまだ50歳から上とかということは全然編集部としては意識してなくて、まあ、50代になった人で、まあ、出てくれる人ということで夏木真理なんですね。でこの時には私が編集部に加わったのは、ちょっとこの一月前ぐらいのまだ企画会議には参加してなかったんですが、この一人上手というのはどちらかというと、まあ、群れをなしているおばさんたちが、まあ、もうそろそろ一人で遊びに行ってもいいんじゃないかというような、まあ、おばさんたちは遊びが好きというスタンス。だからどちらかというと今の、まあ、皆さんというと一括りにするとあれなんですけれども、が、まあ、常識的に考えている、食べることが好きでみんなといろんなところ出かけて遊んでいるおばさんたちに、まあ、一人遊びっていう一つの新しい遊びを提供しようみたいな企画だったんですね。これ自体はどちらかっていうともう少し一人で遊びましょうという企画だったんですが、この一人上手という言葉が、まあ、非常にその読者の心を捉えたというか、これが非常に売れたんです、この号が。ただ、まあ、この年はまだ実売3万台と売れたといってもその程度なんですが、ここからですね、その2003年ですが、返品率が 10% 台というのが、半分で、まだまだ部数が少ないので、普通の雑誌で 10% の返品というのは大変なことなんですね。しかも少ない部数ですから書店になかなか引き渡らないですね。今でもまだ少ない書店は少ないんですけれども、それが 10% 台というのは完売以上という感じなんですが、そこで、まあ、大体部数が、まあ、そこの時点の2倍に、まあ、なっているんですけれども、でそこの時に何があったかといいますとですね、何があったってことはないんですが、次に売れたというのが、これは分かりますか、加賀まりっ子の表紙なんですが、もっときれいに、もっと元気に、5歳は輝る最強の生活ルールという特集を作りました。で、この時には私が加わって、まあ、3ヶ月ぐらい経ったんですけれども、編集部の中にはやっぱり50歳以上の女性が美容とか、もちろんファッションとかにも興味がないわけじゃない、でも私たちはもうそういうこと、外見にこだわるとかということはもう卒業して、
もう少し中身を充実させたいとかという、まあ、プライドですよね。そういうものを持った女性であるはずだから、もうそういうものはいいのよと、あのどちらかというと、まあ編集部作っている、その仕事をしている50代の女性のスタンスというのがどっちかというとそういうものであったから、余計にそういうふうになってたんですが、そこういう企画っていうのはほとんど出てこなかったんですね。あのメインの企画でやろうという話にもなっていなかったんです。ただあのやっぱり私が40代から見た50代というのは、まあ、普通 の、 あの主婦、そうでない人も含めてなんですけれども、まだまだ、あ、まだまだってことじゃないですね、あの若い、エネルギーも余っている、女性として全然諦めていない人たちだということが一つと、あの私自身が50代をあの見るときに、自分が、まあ、どういうふうになりたいか、どういう50代になりたいか、まあ、こう逆に、まあ、今50代の人にこういうふうになってほしいというようなイメージのできる、そういうことが雑誌に載っているものに、まあ、したいという思いが非常にあって、あのもう60歳の老後を考える雑誌というのではなくて、ということで、あのこの企画をまあやってみて、この時にたまたま加賀まり子さんが出てくれたんですが、この時加賀まり子は約60歳ですね、まだ59なんですけれども、でその前の段階では50代のモデルを出すということでやっていたので、まあ、60歳と考えてなかったんです。ところがやっぱこの号も非常に売れました。でこれはどこがあの違うかと言いますと、ここですね、あの50歳の人っていうのは当たり前なんですが、あの綺麗で当たり前です。肌もツヤツヤです。で読者も別に驚きもしません。で、あの、まあ、加賀まり子というのは特殊なキャラではありますけれども、この加賀まり子が60歳になろうとする、でもこんなに若い、可愛い、肌がツヤツヤである、これがとても読者にはやっぱ衝撃的で、あ、こういうふうになれたらいいなというふうに思ったというのが、まず一番のそのインパクトであったと思われます。でその後、その次にですね、50代から美人顔になる人、老け顔になる人って、まあ、これもあのどうやって綺麗になるかっていう、まあ、別にメイクだけの企画ではないんですけれども、そういう企画をやりました。でこの時は倍賞光子です。これももうやっぱり60近いんですね。でこの時にあの初めてそういう意味では50歳で、まあ、美人、50代美人というあの言葉があの雑誌に登場してるんですけれども、50歳というのはあの普通の、例えば生まれつきの美人、不美人というか、あの美人じゃない人という括りではなくて、あの実際に今まで例えば綺麗だった人も当然年老いていってシワが増えていくと、でそうじゃなかった人が実は内面のその魅力が外に出てくる時、まあ、逆に化粧だけではカバーできないその人の魅力が出てくる時で、まあ、美人と不美人というか老け顔というのが、その人がどうやって生きてきたか、これからどう生きていくかによって、まあ、逆転するあの、まあ、年代であると、まあ、いうようなことなんですけど、これも非常にあの受けました。でこの50歳からどうするっていうのはあのこの後非常に大事なことなので、ちょっとこれをあの後でまたもう一回説明をしたいと思います。それからですね、その次がもう一回あの一人上手の達人になるっていうのがありまして、スッキリ生活、でこれも後であの説明をいたします。それからあの7月号、50代から幸せになる人、不幸せになる人、9月号素敵に年を重ねる、というふうにずっと続いていきまして、次のページめくっていただきまして、2004年3月号で、ここで、表紙にですね、岸恵子が出てきました。で、まあ、岸恵子は、まあ、当然人気があるという予測はついてたわけですけれども、これは本当に書店から1週間ぐらいでなくなってしまいました。であの編集部も会社もそんなに急にすごく売れると思っていなかったので、そこまであの刷ってなかったんですが、もっとすればよかったというあのこれは号だったんですが、岸恵子70歳ですね、この時。
で、その後ですね、表紙の話って非常に重要なのでまたありますけれども、この、9月号、同じ年の9月号、去年ですね、これは若尾文子さんですが、これはやっぱり70歳なんですね。この表紙も非常になんていうんですか、読者に、衝撃的に感動的に迎えられて、非常によく売れました。で、そのあたりからというか、読者が、どういうイメージを、もちろん雑誌に対して期待していて、自分たちが何を見たいと思ってるかというのが、だいぶそのはっきりしてきたということが、あるかと思います。で、その後に、ずっと来まして、これが、今年の2月号ですね。で、一人を楽しめる生き方のヒントという企画が、これがやっぱりもう今振り返っていただいて4回目ぐらいになるんですが、ダントツの人気で、これで、雑誌を買ったという人もたくさんいるという、そういう号だったんですね。で、その後、この、3月号、これは先月号なんですけれども、ここで、いくつになっても可愛い人という企画がありまして、そこに出表紙が市原悦子さんです。で、これは実は、岸恵子の時は社内で、岸恵子は売れるだろうというところで、売れた時にやっぱり岸さんだからというところがありました。で、本当は今年も岸さんで行くはずだったんですが、直前にいろいろと揉めまして、ちょっとダメになったんですね。で、それで急遽、市原さんという人を、担ぎ出したとか、これも前々からお願いをしていて、なんとか、やっていただけることになり、で、これでいきますというふうに出した時に、社内では非常に不評でした。今でも、これ非常に売れたので、この後も決着がついてあれなんですけれども、どうして売れたのかわからないという男性がたくさんいます。で、読者にどういう反響だったかというと、やっぱり好きという人がとても多かったんですね。千原さんも、もう70近いんですけれども、で、こういう特集が、いくつになっても可愛い人っていうことで、島倉千代子、吉田秀子、田網厚子、藤間紫さきという、ラインナップで、皆さん、なんていうのかな、共通しているのはやっぱり、可愛いんだけれど、もちろん凛として綺麗でみたいな、そういう女性にとってこういう風になれたらいいな、それがすごく、なんていうんでしょう、男性に対して媚びてるというような人に対してものすごく拒否反応があって、そうじゃない人に対しては、特にだから年齢が上であればあるほど、非常にこう無条件に受け入れて、この人みたいになりたい、この人の言うことなら何でも聞いちゃうというようなことに、なっておりまして、やっと、そのあたりがこの3年かかって分かってきたかなというか、そういうこう、なんて言うんでしょう、頭で理解するとかということではなくて、その肌で好きとか嫌いとか、自分のなんていうんでしょう、側にいる人かそうじゃない人かというようなことを、これはやっぱり主婦感覚だと思うんですね。実際に例えば主婦が仕事をしている人とそうでない人、専業主婦を非常に区別したりしているっていうのと一緒なんですけれども、自分と例えば子どもの学歴が違う人と自分を区別するとかね、そういう意味の自分が共感できる人とそうじゃない人、そうじゃない人に対しては非常に攻撃的になるというような、そのあたり の気持ちというのがそこに出ているんだなと思うんですね。で、それが多分なかなか難しい、多分男性には分かりづらいというか、なんでそういろいろ考えるのかなというふうに多分思うところだと思うので、どのくらいその50代と言わず、女性はそうなんですけれども、いろいろとぐじゃぐじゃとしているかというところを、その今申し上げた企画と絡めて詳しくお話をしたいと思います。
思います。で、それが次の